予感的中だ。検問の手前で脇にそれると思って網を張ってた甲斐があったぜ。北方組のもんか。おうよ、網走から出てきたって聞いた時は耳を疑ったが、どうやら伝説の極道ってのもあながち嘘じゃねえみたいだな。親父に会って真島の敵討ちをしようって腹なんだろうが、そうはさせねえ。北方組は東条会なんかには負けねえってことを教えてやるよ。今何時？ああ、今何時か聞いとんのや。11時半過ぎだ。そうか。ほな、のんびりしとる時間ないな。さっさと片付けて北方のとこまで行かせてもらうで。ふざけたこと抜かしやがって。もう二度と時間なんて気にしなくていいようにしてやるよ。やるよ。Come on!
兄貴、こっちです。兄貴、大丈夫でしたか？大丈夫や。っていうか兄貴、何ですかその格好。これか、警官巻くための変装に決まっとるや。逆に目立ってますよ。そうか。ほんなら着替えるから、ジョー待っとけ。これでええやろ。服はとりあえずしもうとくとするわ。それじゃ急ぎましょう。兄貴、俺についてきてください。やるしかないようやな。行くで、ババちゃん。